さあ、これが半端ねえぜ。シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よう、今日の会話。サルミ発見の新モンスター、キノ使っていくってやつだぜ。いつもこんな感じの動画撮らねえんだが、今回は撮らせてもらうぜ。で、契約こいつのステータスを簡単に言うと、友情お化けってやつだ。まずは砲撃型、そして友情コンボクリティカル。で、友情なんかでも結構人気な部類の反射衝撃型拡大爆破がついてんだ。で、これだけじゃねえぞ。さらに、このターン12でプラス4の強化 SS でよ。友情の威力ももうバカみたいに上がる。本当に簡単にしたのがやべえやつなんだ。で、ステータスは444であるから4のテーマなモンスターなのかもしれねえ。死のか7だったよな。で、さらに、スピード補正なんかダッシュ M でカバーできるし、SS ターンチャージでさらに移動できるぜ。アンチブロッカルから急の動きで来て。そんじゃ、まずは口型やっていこうじゃねえか。で、今回は後付けになってるぜ。で、弱点。ほらほら、この威力。弱点引くとこんなにダメージ出るんだ。で、これも一発で終わらせるぜ。で、SS でまず強化して、最後、ピンって当てて、ドーン。本当に、かなり強いぞ、こいつは。まあ、新イベントだからって舐めてたら、やっぱり重心化だからよ、一応。かなり性能は高いぜ。さ、弱点ついてるから大ダメージ。契約完了。次はイダテンだ。まず横勘で降りていって下くぐるぜ。その時のダメージを見てくれ。わっしょい。やべえじゃねえか、このダメージよ。正直イダテンかなり楽になったぜ。まあ、イダテンは最近で言うと、なんかこの前の新イベントの名前忘れたけど、あの熊本のやつと、あと城之内くん、城之内くんが出たおかげで相当強くなったが、こいつもかなり強いぜ。さ、友情一本でこの威力よ。やばくね。さ、右側くぐって大ダメージ出そうじゃねえか。ほら、もうこんな感じで終わるのよ。結構敵に密着してる場合大ダメージが出るからよ。ほら、ちょっと本当にこの通りスラスラ行くのよ、これ。いけ。おい、やばく、ちょっと最後何ピッて、すげえダメージだけど。さあ、強化してダメージも出せっていう感じで、だいたい半分以上削れるような性能があるんだよな。で、次はこのイザナミ回。イザナミ回ってほんとクソじゃねえ。あの玉露で難しすぎる。勝てねえ、全然。焦ると、そんなんもよ、最初にこれたら一発で通過できんのよ。で、これ本当に練習でやったんだが、何回も。かなりおすすめ。もう本当すぐ突破できるし。でも気をつけなきゃならねえのが、艦隊はちょっと気をつけた方がいいかもしれねえ。最後のクロスレーザーで8割ぐらい食らったからよ。ムロに4人食らったら。それがちょっと危ねえ。それ以外は全然気にするところはねえぜ。さあ、こんな感じで。大ダメージが出んのよ。行くぜ、ほら。で、これが最後のエリアだ。これ、あの反射衝撃波がもう敵を追い詰めて、ババって倒したわけ。さあ、次は、クシナダカイ。まあ、こいつらは周回する意味ねえから、まあ、玉露を楽にするという点で、一応乗っけてるぜ。もう、こんな、もう一瞬一瞬。やばすぎるぜ。さあ、これも大ダメージを。半端ねえぜ。で、これ結構危なかったんだが、一応大ダメージだから乗っけとくぜ。ほら、やっぱりクリティカルは半端ねえな。そんじゃ次、カナン。まあ、完璧にネタだが、一体連れてってダメージを与える分にはいいかもしれない。まあ、要するにカナンでもこんなに大ダメージを出せるんだってところを今回は見てくれ。よっしゃ、行くぜ。ほら、ほらほら、危ねえ危ねえ。さあ、で、ここはもう雑魚処理蒸したぜ。こんなにダメージが出るんだぜ。さあ、次も仲間に当たってダメージ出していこうじゃねえか。さあ、次は突破したいぜ。
弱点が地形、行け。これおかしいだろ、このダメージはよ。さあこれが半端ねえぜ。どうよこのダメージ、一発だぜ。さあ行ってこい、この距離で爆弾を。ほら、あいつが上のやつが誘発して弱点に向かってダメージをバーン出すわけよ。さ、これも弱点付近のダメージ。そんな最後の勝利まで行こうじゃねえか。さあ強化して、弱点はそばにねえからよ。威力はそこまで出ねえから十分すぎるぜ。じゃあとどめていこうじゃねえか。友情コンボクリティカルのやつ大体そいつのターン。おーし、そんじゃこっからはよ、さっきのカナン、いろいろ省いてたが、まあ、全体的に見せるぜ。相当難しかったってやつだ。あれはすんなりいってるとこをいい感じに切り抜いて、いい感じに見せてるが、もう最強に難しかったぜ。なんでこのカナンを選んだかっていう自分を恨んだけどよ。で、それをまあ大体これ、何倍加速で流していくぜ。で、バトル1、バトル2は良かったんだが、このバトル3がすげえやばくてよ。この後のステージだ。ハートが湧かねえし、何回も瀕死になって、もうこれは負けたなと思ったが、まあなんとかボス戦まで意地へ行ったぜ。でもやっぱりゆっくり回してあったよな。本当に強いぜ、こいつは。まあ新イベントだからな。重心化だから。もうそんじゃ、このカナンのことばっか話しても始まらねえからよ。新しいモンスター、まあ、ゴーデツについて話していこうじゃねえか。あのゴーデツ、ニュースで発表されたモラ、結構楽しみだよな。まあ、みんなが気にしてる点、それは難易度。今のそのモンストの方針としては、その体温版とか除いて、体温版元から作られてるから、難易度の設定は関係ないとして、まあ、あれ超絶だしよ。新しい、あの、くしみ玉、爆裂、あれめちゃくちゃ簡単だったよな。そう考えてみると、方針的には本当に簡単にしていくっていうのがわかるよな。あの、ひらめきの遊戯場も今回簡単だったし、そう考えると、ま、初見クリアなんとかできるんじゃねえかって思うけどよ。やっぱり爆絶とか豪絶、特にま、爆絶はもういいんだ。豪絶だけは本当に難しいという、ま、取り手として残してほしいっていう気持ちは俺はあるんだ。ま、本当にそりゃ、極みがねえ分、簡単にするか、ま、極みがない分、究極を今より難しくするっつうのが今までの流れから、まあ当然じゃねえか。もともと1時間ぐらい30分ぐらい咲いてた極みのところをなくすんだから、それは究極はその分難しくなると思うが、おそらく今回は簡単になるよな。簡単になって、あれ1時間半後ぐらいギリギリクリアできるような難易度にしてくるんじゃねえか。みんながあれ今回簡単だったなみたいな、周回をメインとしたやつにする可能性もあるよな。まあそれでもまあまあいいんだけどよ、みんながそれでいいんだらいいんだ。で、あとおそらくモラル結構使えるやつが性能が結構破格になるんじゃないかと俺は読んでるぜ。あの昔のイザナミを取ってクシナダ行ったりとか、クシナダでヤマタ行ったりとか、あの興奮がまだ蘇る一連の流れを俺は作ってほしいと思うんだよ。そっちの方がモチベーション上がるじゃねえか。当時は要はモンスト始めた頃、全然ガチャ出ねえしリセマラで始めてねえから、もう本当に星5みたいな、星45のやつを使ったりとかしてやってたんだが、その時に友達からよ、友人から、あの、イザナミさえ取りゃ、次へ繋がる道があると教えられてよ、イザナミをなんとか頑張って取って、その後にそのイザナミで、クシナダに挑むじゃねえか。もうそれがよ、本当に興奮したよな、あの流れが。まあ、そこまで意識はしてねえが、アルカディアとかもその流れがあったよな。やっぱりそうしてもらうと本当にモチベが上がるし、そのこの先の展望が見えるってことは、まあそこに向かって目標で続き進めるってわけじゃねえか。今のモンスターは結構目標がねえ人が多いんじゃねえかな。次どうすりゃいいのみたいな、運極作った果てに何がある。まあでも運極作った果ての目標が果てなさすぎて、ちょっとみんなやる気がなくなるってことを考えて、運極のまあ紋章システムとかもやめようぜって流れになってるかもしれない。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。
勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。だけって仕方ねえ。